とやってみっか。何しとりやす。コッパみじんでグエニアでしょ。無理。おい、聞いとりゃ。そう。すぐ近くだ。すぐそこにドラゴンボールが来てんぞ。何？何言っとりやす。何もいねえでしょ。上だ。ゲゲ、なんじゃありゃ。タンバリンを倒したのは奴ということか。あんな豆粒のようなガキにやられるとは、魔族の恥さらし。おい、おめえ、クリリンを殺した奴の親分か。結構武術がいけるらしいな。わしの戦士を二人も倒してくれたようだし。おめえも倒してやっさ。そんでドラゴンボールを消してもらう。そうか。このピッコロ大魔王の恐ろしさを知らぬか。まあ無理もなかろう。かなりの年月が経っておるからな。知るか、おめえなんか。わしは武道家を見るとつい殺してみたくなってな。お前のようにアリの糞ほどのクソガキでもだ。せえ、ナメクジの糞。
地に乗るなよ小僧。吹き飛べ。ほほー、よく耐えた。こた調子に乗るなよ小僧。よく耐えた。ではなかなかやるな。だが貴様にこれが避けられるか。なんだ。はあ。しゃあ。レベルはこんなものだ。心臓が止まっても、さすがに死んだか。ボールはもらっていくぞ。お疲れ様でした。確か残りのドラゴンボールを集めている連中がおったな。奪いに行くぞ。このピッコロ大魔王様が若返るのも時間の問題だ。